普段どんな感じなのか、そのすごい技をね見せていただけたらいいななんて思ってるんですけども、僕らが思っている何百倍もすごいやつだと思います。はい、僕らが中学校とかに流行ったボイパとは多分違うんですよね。あのイメージがもうずっとあるから、おっくんのイメージね、やっぱりずっと。そうそうそう、おっくんとゴスペラーズさんとかね、はい、ゴスペラーズさん行きましょうか。じゃあすいません、お願いします。やっぱりね、おっくんが、あ、ごめんなさい、ちょっと始まるんで、あ、すいません、おっくんがやっぱり始まるんで、ごめんなさい、ちょっと始まるんで、すいません、やっぱおっくんに将棋、おっくんの話もいい。進化してない、もうなんか。撮り直しましょう。これで尺を終わらせましょう、全部。まっちゃん、まちゃん見てる。発射してるよ。これすごいわ。これすごいわ。これすごいな。一人よ。一人でやってるの。これで尺を終わらせましょう、全部。これすごい、これすごいな。ありがとうございます。同時にいろんな音出てなかった。一人でやってんの？あ、そうですね、なんか口と鼻と喉でそれぞれ別の音が出せるんですよ。こことここと。そうです、そうです。鼻ってどうやって出すの？例えば、鼻で、あの、ベロで、いや、2個やで、唇で、うわ、3つやとか、まあ、こんな感じで。すごい。耳とかはさすがに耳は出ないか。ボケでごめんね、やってくれて。これスローで使ってください、ね、耳のとこね。己に仕
かできない技とかもあるんですか？得意技結構僕ら全然違うくて、はいはい、例えば僕やったら結構喉系のなんか喉ベースっていう技が僕結構得意で、うん、あの例えば、うん、ブンブンハロー YouTube のこのヒカキンさんの、そうですヒカキンさんの、デカキンじゃないもんね。あそうですね、デカキンのヒカキンのやつだもんね。デカキン芸人だから、一緒のライブ一緒のライブ出てたから、これの結構応用で、うん、もっと低いあのなんかトランスフォーマーとかみたいな、うわーとか、あとジオンボイスっていう、うん、とか得意です。すごいすごい。結構僕は喉が、彼が結構唇の技が得意で、そうです、ね、あ、そう、唇の音得意で、サイレンの音だったり、うわばい、あれや M1 のね、あの確かに2分15秒過ぎた時の効果音がそれなのよ。確かに、すごい。あとは重低音、そうですね、重低音、唇で、うわっていう重低音とか、あとは何だろう、レーザーの音だったり、レーザー、ああ、え、すごい、え、すごっ、うんうん、3つ以上の音って出せるんですか？それこそ鳴らし続けながらとかだったら多分なんかできると思います。例えば、うん、喉で、うん、ベロ使って、うわ、これがもうすごいもんね。これ歯を使って、歯を、あとは唇を使って、いや、うわー、すごいな、こんな感じで、4つやんか、これだけで、4つ、どんどん、ちょっとすごいですね、もう、ありがとうございます、はい、すごい、なんか怖い話みたいな。その前回のチャンピオンをあの満票で倒して、うわ、ま、え、満票で、一気に知名度が。伸びました。モテるでしょ、女の子もこれやったら。どういう感情みたいな。